見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ、フードバーサー。いっけ、うんてい、立て直すわよ。危ない、ジョンボーサー。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。
参ったな。どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理の俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたち、この辺りには見当たる。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに。おーい。この辺りには流れ着いていないよ。みんな全身バラバラに砕け散っていないと。雷雲のない空から落雷。でも今は見
この辺。本当か、チョッパ。ナミの匂いは俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、よし行くぞ。なんだ？こいつらあのゴリラの仲間か？さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。邪魔だ！よし、やるか。マナーがなってねえの。おう、俺が。オーケー、やって。よく覚え。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。
もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強い。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも。いや、腹減った。敵意はなさそうね。なんだそれだ。待って、ウソップ。どうしたチョッパー。敵意はないけど食欲はあるみたいだ。え、いやー、ウソップ。がなってねえの。次はドイツだ。ゴムゴムのガトリング。待ってろ、必ず助けるからな。まとめてぶん殴ればいいんだろ。ゴムゴムのガトリング。ゴアガだ。あぶねえ、食われ。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここの…ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。
いぞ。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら、おろ。なんだ、またか。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。ゴムゴムのブレッド！私の番ね。オチエンタフルール。狙いは外さねえ。ウソっぺ。ハンナあなたたち覚悟はいいかしら？あいつらは俺が片付ける。ディアブルジャンブ！プルミエールアッシュ！逃げねえ。ただこれでどうだ。えいさ、次はドイツだ。このよし、飯にしよう。どっかに肉ねえの。よっしゃ、このキャプテンウソップに不可能などない。クソジジイの蹴りに近づいたか。必要な力なら残らず手にするわ。俺の体はさらなるサイボーグフランキーの進化。うわあ！ナミさん！おう、ルフィ、みんなも一緒か。
ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから。ナミの回復。ありがとう。助かるわ。強えな。ゴムゴムのバズーカ。えらこの野郎。情けない姿を見せちまったな。行くわよ、サイクロンテンポ。支援フルール。デルフィニウム。やったわ。これで安全か。しししあい。いてじゃねえか。俺は諦めが悪いんだ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカボーショット。今行くわ。行くわよ。行くわよ。こんな。ブルジャンブトルミエールアッシュ。
やべ、粋なことするじゃねえか。ゴムゴムのジェットバザーカいくわよ、サイクロンテンポ。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。ありがとう、助かったわナミさん。よし、ナミもゾロも見つかった。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。俺がキャプテンウソップだ。サイボーグフランキーの進化。ナミさん、無事でよかった。む、ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。あ？あ？どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。いや、恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。
なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードパン。